ありがとうございます。22だことです。しもちです。お願いします。お願いします。ということで今日はゆなちゃん。ゆなちゃんです今日は。どういうことですか。ゆなちゃんとハイドっていうブランドがコラボして服を出したと、はい、ゆなちゃんが結構デザインとかしたのかな。そう、それでそのゆなちゃんの服があって、その紹介動画出したんですけど、もうこれがついに届いたということで、今日はこれ紹介していこうかなと思って、はい、僕たちはその服の白かな、はい、とあのバケハの黒があったので、ちょっと着てみちゃおうよっていう。バケハはあれです、リバーシブルです。うーわ、やられた。はい、やられんな物理的に。くっそ、やめた、マジで。バケハは白のところがリバーシブルなんだよね。そうやねん、そうやねん。気分だったり、その日のコーディネートによって合わせれると。そうやねん、そうやねん。えっ、これ今日はそれを着て紹介していこうっていう動画やな。そうです。ゆらちゃんっていうのを一応説明してもいい？一応な。あの NiziU がね、あの誕生した NiziU プロジェクトっていうオーディション番組があるんですけど、でその韓国合宿編まで上り詰めて、もう数々の人々をね、虜にした、もうめちゃめちゃ可愛い女の子です。はい、今ね芸能活動もいろいろしててね、またなんか新しいそのコラボだったりもやってて、もうすごい活躍中のね女の子なので、ぜひね、はい、あのなんていうの、モデルさんっていうのかな、わかんないんだけど、それタレントさんっていうのかな、わかんないです。だから今ちょっと適当って言ったらあれですよ、女の子って表現にしてます。はい、イエスっていう方なんで、これぜひ皆さんチェックしてください。早速その服を紹介していく、その前に、4月入って、新生活、今年1年頑張るぞって思う方、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。よし、ということでやっていきましょう。どうやって紹介するか、まず普通に紹介するか。じゃあ、ブーン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 バン。はい、じゃあまずバケハから紹介していきますね。はい、これですね。近くいきます。はい、こんな感じで黒のね、バケハ中が白でリバーシブルになってるから、ちょっと白が見えるよって感じのおしゃれなね。で、色は水色、なんか結構水色と白だったりが貴重になってるよね、今回の。はい、そうです。まあ、水色なのかな、緑もちょっとあれな、それこそマユカのメンバーカラーに近いよね。そうですね。そうで、リバーシブルするとこう白になって、こういう感じで、これおしゃれやね、マジで。で、ここのね、ワンポイントみたいな感じでちょっとこうやってやるのがいいよね。これ後でね、着た動画も載っけよう。うん、これいいね。で、なんかこのキーホルダー、 H って書いてあるこのキーホルダー、まあ、ハイドの H かな、ちょっとピントが全然合わないんだけども、これもついてました。どっかにつけるんやろな。はい、なんか言ってました。飲まちゃうです、飲まちゃうです、すいません、はい、すいません。もうじゃあかぶっちゃうか、もう流れで。オッケーオッケー。白かぶりますね、とりあえず。こんな感じです。で、黒かぶると、そこからパーマ合ってるんで参考にならないかもしれないわ。黒かぶるとこんな感じ。これどうよ、おしゃれですか、どうですか。めちゃめちゃおしゃれ。うわ、ありがとうございます。じゃあ、しもちもかぶってみてよ。頭でかいから入らんかもしれん。そんなことあんの。あ、いいじゃん。白もかぶってみて。よし、インチキマジシャンみたいになってない。大丈夫、インチキマジシャンかなと思ったよ。全然インチキマジシャンみたいになってない。あ、白はなんないんじゃない。白はならない、うん、黒い服着てるから白の方が合うかもしれない、逆に。そうそうそう。え、米国紳士みたいになってない。ないよ。え、なってないし、普通にいいと思う。これ米国紳士みたいになってない。白いいと思う。本当、うん、普通に。やっぱネックレスしてみたいな、こうやって。それネックレスなん、それなんなのそれ、ここに何つけるじゃあるかな。これ見えますか。これ見えます。ミュージアムに出てくるあの仮面の人みたいな感じになってるんですけど今ね、この先ついてたこれハイドの H、はい、これをなんか T 字になってるね、先っぽが。そう、ここが僕不器用なんで、ちょっと待ってくださいね。不器用なモテる時代終わったぞ多分。僕不器用なんで。不器用な男かっこいいみたいな。これね、昭和で終わってる。それこれこうなってるんですよ、うん、両サイド、うん、これを、うん、ここに、うん、ちょっと待ってくださいね、僕不器用なんで。不器用にすんのやめて。適当な映画、不器用なんでちょっと待ってくださいね。お父さん英雄の持ちこぼれが、うん、ナルトおるやん。ナルト少年期やん、お前。お父さん英雄で出来損ない、うん、ナルトやん。無理無理無理、武器で無理。武器で無理です。もう貸して、もうこんなに時間取らなくていいんだから本来は。だからこう T 字になってるので、中に入れて中で、あれすればいいんでしょ。そうそう、絶対そうなんよ。あ、これ貫通はできないようになってるんやな。そう、無理でした。OK、 しゃあない、しゃあない、しゃあない、いっぱいいるからね、人生、うん、
まあ、デケシャやってもいいし、うん、他にもいっぱい使い道あるからね。合ってるか分かんないしね、そもそも。そう、でも、まあ、多分こう、要はこう、多分このサイズ感といい、要はこんな感じになるよってことやな、うん、って感じですね。じゃあ次、服いっていいですか。いきましょう。もっともっと光るよ。はい、これ服の方です。で、サイズはですね、L ですね、これ。おー、結構大きいね、これね。表がこうで、裏がこうね、ハイドって書いてあって、ここでね、色が変わってるみたいな感じだね。おしゃれやな、さすがゆなちゃん。ハイドっていう文字がなんかこう、こういうあれになってるな。うん、素材じゃなくて、わかんないけど、言い方が。これちょっと、だって着てみてよ。着てきてよ。オッケー。うん、お、かわいい。かわいい。かわいい。今反応しない方がいいかなと思ったけど、まあいいか、とりあえず。かわいいです、結構。待って待って待って。ん？めっちゃいいよ。待って待って待って。さあ、いきますね。はい。せーの、ジャギン。え？かわいいです。ゆなちゃんみたいになってない俺。ねえ、え、あのゆなちゃんですか。はい。あのゆなちゃんなんや。え、これどうなってんの。フィールスペシャルでいいのこれ。すごい可愛かった。え、いいのこれ。え、めっちゃいいと思うよこれね。黒にもしてみてよ、帽子。僕、うん、あ、何センチなの身長とか。身長が、うん、202センチで、うん、K1 やってました。どういうボケ。チェホンマンや。じゃあチェホンマンや。わかんないから、あんまチェホンマンかって突っ込めないから。そんな簡単に韓国人とか入れてくんないと。170センチで、うん、L L なんですけど、うん、で僕デブなんですけど、うん、うわかっけえ。マジかっけえ。ダボッと切るし、うん、めっちゃいい。めっちゃいいね。じゃあバキャクラになります。確かに。まあそれは白の方が似合うかもしれん。わー、白の方がいいかもしれん。ごめん。うん、いいよって感じですね。はい、書いてあるんでね、こうやってね、男子でも着れちゃう。そうだから書いてあるね、女子でも男子でも着れるようにしたみたいな、うん、感じで、本当でしたね、これ。サイズもね、ちょうどいいし、これ男子でもゆったり着れる。そうで、女子もね、ぶかってきても可愛いからね、オーバーサイズみたいな感じで絶対可愛いから。そうだよ。そう、これマジでいいよ。これマジでいい。だから色がね、これここが水色のバージョン、まあ、貼るんですけど、こういうのもあって、これね、めちゃめちゃいいわ。ハイドを買うかもしれないっていうなるよね、ゆなちゃんのおかげで。確かに。これからこれでハイドを知ったしね、正直。うん、確かに確かに。これすごいわ、ゆなちゃん。はい、ということで今回はね、ゆなちゃん×ハイドさんということで、紹介していきました。はい、いいですね。なんか今新しいね、まあ、こういうキャンペーンもやってるので、ゆなちゃんこちらもぜひチェックしてくださいということで。はい、こんな感じでいい動画。いいです。じゃあ俺行っていい。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。